今から岩手生協ベルフ八幡平オープニングセレモニーを始めさせていただきます。次長の飯塚明彦よりご挨拶を申し上げます。盛岡意欲で、最初でございます。ぜひこのベルフ八幡平には皆様方の願い思いをどんどんお寄せいただきまして、さらには、しっかりと利用して支えていただきたいと思いますし、またオープンです。どうぞ。ありがとうございます。